クリストフ・ハルティングは、円盤投げを専門とするドイツの陸上競技選手。ブランデンブルク州、コトブス出身。2016年リオデジャネイロオリンピックで、金メダルを獲得した。世界選手権は2013年と2015年の2度、出場しており、前者は13位、後者は4位であった。17歳で円盤投げを始める。2016年現在、 身長207センチメートル、体重123キログラム。職業は警察官である。兄のロバート・ハルティングも同じく円盤投げ選手で、ただし兄弟仲はあまり良くないとされる。リオデジャネイロオリンピックには兄弟揃って出場したが、ロバートは予選落ちしクリストフは決勝の最終6投目で68立方メートル、7の冬季世界最高記録をマークして優勝した。 勝利の瞬間、他の選手と抱擁して、喜びを分かち合う場面はあったものの、監修に対してはお辞儀をしただけでユニフォームを引き裂く、ロバートのような派手なパフォーマンスはしなかった。優勝後の記者会見では、2時間も経ったのに、まだ家族に会えていない途口をこぼし、記者にロバートと間違えられ会見を打ち切った。この記者会見での態度や、表彰式で国歌が流れる中、口笛を吹いていたことが、 ドイツオリンピック委員会のアルフォンス・ヘルマン会長や2016年リオデジャネイロオリンピックのドイツ選手団のミハエル・フェスパー団長などから非難を浴び、ドイツの公共放送を ARD で公式に謝罪した。ありがとうございます。